助物資が届いていない地域もあるとのことです。必ず救援はやってきますので頑張りましょう。避難所では情報が正しいかどうかわからないのと、普段通りの生活ができないストレスが重なって、怪しい宗教めいた集団の勧誘に乗ってしまうことがあるとのことです。中には弱みにつけ込んで詐欺師のようなことを働く者もいますので、被災地での生活は大変だと思います。ちょっといいですか？かなり疲れていらっしゃるようですが、困っていることや満たされないことはありませんか？とにかくお腹が空いてるんです。それはお困りですね。私たちは震災で心が傷ついていらっしゃる方、困っている方、満たされない方のお力になりたいと思い活動をしているんです。私たちならばあなたの困っていること、満たされないことを解消できます。いかがです？ぜひお願いします。わかりました。私たちに任せてください。さあ、私たちの仲間のところへ行きましょう。新しい仲間です。ここには食料も水も何でも揃っているのよ。あなたは選ばれた人なんですよ。ここで十分癒されて、私たちと一緒に他の人々を助けてあげましょう。豊富な食料、明るい部屋、清潔そうな服装の人々、それらを見て僕は、変な匂いがするぞ。白陽様。白陽様。やあやあ皆さん、頑張っていますか？はい。
白陽様、新しい仲間です。おお、これは素晴らしい。立派な人のようだが、好きになれないな。少し休まれたら、早速活動に入ってもらいます。よろしく頼みますよ。あ、やっぱり。さっき紹介されている時に見覚えがある人だと思ってたんです。ここに入れてもらえて僕たちはラッキーですよね。すごいんです。震災中なのに食料や水はたくさん用意してあるし、電源まで確保してあるんだそうです。だとしても何かうさんくさいな。何でもここの主催者の方が事前に巨大地震が来ることを予言されていたとか。だからこれだけの準備ができたんだそうです。予言の詳細についてはここに書いてありますよ。春の時点でもう地震が来ることが分かってたんだから。すごいですよ。ところで君はもう寄付はしてきたんですか？もちろん寄付してきたよ。素晴らしいですね。僕には今お金がないから寄付できないけど、頑張ってたくさん寄付するつもりです。こんな親切な人たちに出会えて母さんも喜んでくれると思うな。家に帰れたら母さんにもここの人たちの会に入るよう勧めるつもりです。
ですわ。この短期間に3名もの仲間を増やしてしまうなんて。こんなペテンが通用すると思っておるのか。わしは病気や怪我をしておる人がいるというから気になってきただけだ。何が寄付だ、何が勧誘だ。こんな人々が心身ともに傷ついているときにその弱みにつけ込みよって、わしは帰る。どいつもこいつも何をするんだ、話せ。さあ、危ないですから中に入りましょう。たまにあんな自分勝手な人がいるんですよ。困ったものです。気を取り直して、あなたの活躍を白陽様にご報告しましょう。白陽様と直接話ができるなんてとても光栄なことですよ。失礼いたします。ノルマ達成の方をお連れしました。入ってもらいなさい。さあ、おかけなさい。活躍してもらっているようだね。ありがとう。世間では私のことをペテンシ呼ばわりする者もいる。君もそう思っているんじゃないかい。正直そう思っていました。でも今は違います。なかなか正直でいいですね。これからも世の中の人たちのために頑張ってください。ところで、あなたに頼みがあります。この団体を私の代わりに率いてもらえないだろうか。そんなこと恐れ多くてとてもできません。そうですか、それは残念。もしも気が変わったら教えてください。あなたはいつでもこの部屋に入れるように皆に言っておきましょう。よく考えてみてくださいね。この団体を私の代わりに率いてもらえないだろうか。わかりました。謹んで受けたまわります。ありがとう。世のため、人のために尽くしてください。頼みましたよ。
なたのような人がいるから世の中が殺伐としたものになるんです。まったくです。いい年してそんなこともわからないのか。代表、これは見苦しいところをお見せしました。このような分別がつかぬ大人は何とかせねばと思っております。その人をすぐに解放しなさい。え、何ですって。この男は団体の活動を否定するとんでもない輩です。解放などとてもできるものではありません。いいからつべこべ言わずに解放しなさい。はい、かしこまりました。やれやれ、ようやく体を動かせるようになったわい。お前さんはこの団体の他の者とは違うようだな。ではこれにて失礼。そっちへは進めないよ。そんなこと、いつ誰が決めたんだ。わしは行きたい方へ行くのだ。アバよ。あなたは裏切り者だわ。私たちの活動は尊いものであるはず。なぜそれを否定した。みんな、代表が裏切ったぞ。ただで済ますな。逃がすな！